電話。ほんでさ、母ちゃんがバナナの皮で滑ってさ、すってんころりんなんかしやってはい、わかります。公園の角を左ですね。それじゃあすぐに行きます。携帯電話持ってる人増えたわね。うん、便利だからね。時間のロスも少なくなるから仕事の能率も上がるんだ。そうそう、うちのパパなんか超お忙しだからさ、5つも6つも持ってるんだ。無駄なんじゃないの？でも道に迷った時は便利だよな。俺この間お使いの途中で届け先が分かんなくて1時間も迷っちゃったもん。ジャイアンだし。何？いやいや、いいな、携帯電話欲しいな。僕だって欲しいよ。私も。はい、みんな。あ、ドラえもん、何してんの？実はね。なんだ、それなら僕も持ってるんだ。カードテレビ電話。カードテレビ電話？何それ？まあ見てて。門から三丁目のタマちゃん、どうぞ。はぁ、みゃみゃ。うんうん、そっか、じゃあしたね。みゃ。はぁ、タマちゃんにはさっきこれと同じのを渡しといたんだ。これ一枚で何人とでも一緒に話ができる。すげえじゃん。うん、さすが未来のテレビ電話。ねえねえ、ドラえもん、僕たちの分ないの？あるよ。え？言っとくけど、これは22世紀のおもちゃだからね。はい、ジャイアン。おお。はい、スネオくん。ラッキー。はい、デキスギくん。ありがとう。はい、しずかちゃん。ありがとう、ドラちゃん。そしてのび太くん。サンキュー。ありがとう、ドラえもん。ねえ、これどこの電話にでもかけられるの？そうはいかないよ。このカードを持ってるみんなとタマちゃんだけ。猫になんか電話すっかよ。ねえ、早く家帰ろうよ。ああ、みんな一緒にいてもしょうがないからな。またね。それじゃ僕も。さよなら。おっと、僕も明日の用意をしなくちゃ。じゃあね。明日は俺とタマちゃんとピクニック。ドラえもんたらそれでご機嫌だったのか。さよなら。これがあればいつでもしずかちゃんと話ができるもんね。のび太から。しずかちゃん、どうぞ。あら、のび太さん。できすぎも。だからね、しずかくん、シュバイツァーは自らの思想と信仰を実践し、アフリカの奥地に病院を建てたんだ。それでノーベル平和賞をもらったのね。病院を建てたのは大工さんじゃないの？伝道師でもあったシュバイツァーはジャングルの聖者と呼ばれたんだ。ジャングルの王者は母さんだよね。もう、のび太さん。母さんは実在したわけじゃないよ、のび太くん。そうなの？それよりさ、今日の給食、しずかちゃんの好きな酢豚だ。もう、のび太さんは邪魔しないで。あー、ちゅ。それじゃ、のび太からスネをどうぞ。のび太ったら本当同時で。あ、のび太。なに？邪魔すんなよ。今スネ夫と話してんだからな。なんで？もう、立体映像なのに本当に殴られるなんて思わなかったよ。なんて道具だ。そりゃそうと、ドラえもんどこまで買い物に行ったんだろう。しまった。あー、なんかそろそろ飽きてきたね。やっぱりこれはおもちゃだね。そうだな、考えてみればいつも学校で顔合わせてんだもんな。ん？ねえ、退屈しのぎにのび太でもからかってみない？お、面白そうじゃん。あ、ベロベロベロ。あれ、のび太がいない。あんなところに。許さん。たけしがなんて言ってこようと、わしは許さん。まずい。いいえ、たけしから手紙は来てませんよ。そうか。もう許してやったらどうですか。たけしにはたけしの生き方があるんですから。いや、許さん。四代続いたこの委員の後を継がず、勝手にアフリカなんぞに生きおって、おじいさん。あら、何かご用かしら。
僕のカードが庭に入っちゃって取らせてください。カード？はい、どうぞ。はい、ありました。どうもありがとうございました。ああ、ちょっと。はあ、ちょうどお茶にしようと思ってたところなの。よかったらあなたも一緒にお菓子でもいかが？お菓子？はい。年寄りの二人なもんだから話し相手が欲しくてね。へえ、それじゃたけしさんはアフリカの奥地で病気の人たちを、まるでシュバイツァー博士みたいですね。偉いな。それほどじゃないけど、電話も何もないところでね、忙しくて手紙もなかなか出せないみたいで。元気でいてくれればいいんだけど。毎日とは言わん、月に1通ぐらい手紙をよこしても罰は当たる前に。おじいさんも頑固でね、もう心の中では許してるくせに手紙じゃその一言が書けないのね。そのカード綺麗ね。え、ああ、これはおもちゃで。そうだ、のび太からドラえもんどうぞ。ん？もう小さ、たぬきさん。え、あ、のび太くん、何なの？僕、明日の用意で忙しいんだけど。それより聞いてよ、ドラえもん、実はね。そういうわけか。よし、分かった、すぐ行くよ。ヘッキュー、このカードさえあればいつでも息子さんと話ができます。ほう、便利なもんだな。おじいさん、よかったですね。別にわしゃ話なんぞしたくないわ。じゃ、ドラえもん。うん、空飛ぶニューだとただの空き箱。なんじゃ。おじいさん、この荷札に宛先を書いてください。んで、こっちの空き箱にカードと使い方のメモを一緒に入れて。すまないけど、ついでに梅干しも入れていいかしら。どうぞどうぞ。わかったれ、あいつは梅干しよりたくあんの方が好きじゃったんだ。いいえ、梅干しですよ。たくあんじゃ。梅干しです。あのまだ余裕がありますから両方入れられますよ。ほら見ろ、たぬきくんに気を使わせたじゃないか。ごめんなさい、たぬきさん、言い出したら聞かないものだから。それはいいんですけど、僕たぬきじゃなくて猫型ロボットなんです。これで全部ですね。あとはこの荷札をつけて。さあ、アフリカまで飛んでけ。やあ、二人とも元気？たけし、お前ちゃんとやってるんだね。いや、なかなかうまくいかないことも多くて。バカもんが、それぐらいのことでめげるな。わしの息子じゃないか。父さん、拍手。おじいさんたら。よかったね、のび太くん。